十禅。十禅、漢音、十禅、音は、5世紀から6世紀にかけて、モンゴル高原を支配した遊牧国家。儀書、北史、南史などでは、禅禅、僧女、南西書、領書などでは、税々、州書、随書などでは、女女、新女では、禅と表記される。十禅の始祖は、木骨漁と言い,い、ゆえにその王族は、 育休漁師といった。三世紀頃には、戦費卓抜部に従属していたが、戦費が河北へ移住した後のモンゴル高原で勢力を拡大し、五世紀初めのシャロンの時代に高車を服属させて、タリム盆地一帯を支配し、卓抜部によって建てられた河北の北義と対立した。また、シャロンは河岸、河岸、後のハーンの元の君主号を使った。 シャロンは、北義の名言帝の軍に敗れて逃走中に死去した。北義との対立を深めた十前は、南朝宋、夏、北梁、北縁、高栗、と久根と結んで北儀包囲網を形成した。夏、北梁、北縁はやがて、北義により滅ぼされるが、十前は勢力を保ち続け、豊久根を介在して、宋と連絡を取り合っていた。 これに不快感を覚えた、北魏の大武帝は429年、449年の2回に渡る新政軍により、従前は本拠地を落とされて河岸は逃走中に死去した。しかし、それでもなお従前は強制を維持し続け、北魏も台南朝の関係から北だけに目を向けるわけにはいかなかった。従前が本格的に弱体化するのが485年。 四百八十六年に、配下の高車が自立してからである。後者の反乱は収めたもののそれに乗じて、単鉄奴隷とみなされていた、従属部族の特決が流成し、五十二年、特決の入り加岸との戦闘に敗れて、加岸の穴が自殺し、残党は、卓抜家の懐ついた地鎮軍閥の主導する、河北東部の北西に援助を求めたが、突決の要請により殺され、 従前は完全に滅亡した。なお、アバール族は従前の一派ではないかとの説がある。口述以下の記述は、義書列伝第九十一、北史列伝第八十六によるもの。従前とは、東湖の病影で、生は幾久し漁しという、神限定、在位、二百二十年から二百七十七年の末、ジオ、木骨、両。 陸久氏漁師の語源というものが、卓抜部の基礎となる。木帝在位308年から316年の時、木骨漁は卓抜部を脱し、鳥取部に移居。木骨漁が死ぬと、この車氏家井は部族名を従前と合し、再び卓抜部に服属した。車氏家井は部卒となり、毎年馬地天川を献上した。 車仕掛か,かえが死ぬとこのとや扱いが立ち、とや扱いが死ぬとこの罰ひさげが立ち、罰ひさげが死ぬとこの地賊園が立った。地賊園が死ぬと、従前部は東西に分かれ、東部は長男の引き広罰が継ぎ、西部は次男のひさげが統治した。この頃、前身の府県によって大国が滅び、西部従前は郷土鉄不部の龍森神のもとに付した。大国を復興し、 北義を立てた、拓抜圭、伊カ道武帝は、周辺諸部を次々と服属させたが、従前部だけは起伏しなかったため、東国六年、三百九十一年十月、ついに自ら討伐を行うに至り、大石南の床山下にて、従前の半数は捕らえられた。さらに西進む町村隆史及び町村越えの追撃により、部卒の奥撃は殺され、引き討伐は降伏した。 一方、西部従前のヒサゲは、龍森ウモ神のもとへ逃れるところをバツナ山に置いて、道部帝率いる北義軍に追いつかれ、ついに降伏した。当国九年、394年、ヒサゲのこの勝田官は、兄のシャロンと共に父を捨て清掃したが、町村越えの追撃に、愛殺され、シャロンは、数百人を率いて、叔父の引き降罰のもとに逃れた。しかし間もなく、 シャロンは引き降罰を殺してその位を奪い、高原異性の処分を略奪し、爆北へ逃れた。シャロンはアトシンの要教とワシンを結び、アマネ四年、401年12月、同部帝が在韓将軍の後を派遣してアトシンの俗国である、ュツドル、スフルノベブを襲った時は、救援の軍を出して、北義軍を撃破している。 幕北へ退いたシャロンは高車を侵略、その処分をことごとく征服し、初めて軍法を立てた。その後、それより西北に強度の余裕がおり、そこの部卒の罰なり系は反旗を翻して、シャロンを攻撃したが、根川、オルホン川において、シャロンに破られことごとく征服された。この頃の従前は極めて向上となり、西は延期の地、カラシアル地方。 東は、朝鮮の地、北は砂漠を渡って、関海、バイカル湖にまで及び、南は大石、陰山山無北陸の砂れ地帯に臨んだ。ここにおいて、シャロンは自ら、オカマメバツ岩、在位、402年から410年と合した。天根京五教年、402年12月、シャロンは北下が、要京を打つと聞き、ついに頂上を越え山号を包みに入り、 南は斎山及び全部北沢に至る。同武帝は、定山王の宅伐従うを派遣しこれを追撃するが、追いつかなかった。天使年間、シャロンの重帝の越よ、ダイナは、シャロンを殺して、ダイナを即位させようと図るが発覚し、ダイナは北儀に亡命した。栄光元年、四百九年冬、シャロンはまた頂上を越える。栄光二年、四百十年、 名言定は従前を討伐、シャロンは闘走指導中死去した。シャロンの小旅抜けはまだ幼かったので、ブラクはシャロンの弟国立を立て、愛イ外加岸、在位、410年から414年と合した。英光3年、411年、国立の胸と越港、突職官ら、数百人が北義に降った。国立は脅しを恐れて自首し、 南進しなくなって北辺は安静した。神水元年四百十四年、国立は娘を北縁の氷罰に嫁がせようする最中、国立の長兄の子深か誠は、従前の大臣受はじむ、もちのべえらと共謀し、国立を捕らえ娘ともども、氷罰のもとへ放逐し、河岸に即位した。歩みか誠は、シャロンのこのシャバツとともに、昔シャロンの時代に恩があった。 失落校下にいたり、そこの小妻から失落校が深誠を殺し、大団を即位させようと企てていることを聞き、即座に失落校を包囲した。失落校は自害したので深誠は大団を襲った。しかし逆に捕らえられて締め殺された。深誠を殺した大団は加岸に衰退され、無汗生涯加岸、在位。 四百十四年から四百二十九年と合した。十二月、大団は北儀の北辺を犯した。明元帝はこれを親罰し、三陽光の景気等を使わしこれを追撃したが、大雪に遭い、愛学撤退した。大常八年、四百二十三年に明元帝が崩御すると、大武帝が即位した。四光元年、四百二十四年秋。 大団はこれに乗じて雲中で略奪、大武帝は親罰するが包囲されてしまう。しかし、北義軍の軍師が従前の武卒のお登る金を射殺すると、それを恐れた大団は撤退する。翌年、大武帝は退去し、東西五道を平身して従前を打ち、大団は期待逃れた。上元年、四百二十八年八月、大団のこの昭万余儀を派遣して際に入り、 県民を殺略し逃走。北義の校舎軍は追撃しこれを破る。神2年、429年、大武帝は再び、従前討伐の軍を発し、栗水に至る。大団の民衆は西本市、大団の弟の引きはじむは、兄のところへ赴こうとしたが、平洋王の町村官軍に遭遇し、町村官はこれを打ち、その大人数百人を殺した。 大団はこれを聞くと進行はし、路石を焼いて清掃し、国を子は試産した。その後、大団の部落は衰弱し、大団自身も病気になり死去した。大団が死ぬとこのクレヒサゲが即位し、直連下岸、在位、429年から444年と合した。神四年、431年により、クレヒサゲは北儀に長考するようになり、 しばらくの間両国に平和が訪れた。しかし、太延べ二年、三十六年になると、また頂上を越えて変部を化した。太延べ四年、三十八年、大部帝は北伐を開始したが、従前に遭遇できず撤退する。地に幕北は大干ばつに見、回され、水草がなく北義軍の軍馬が多数死んだという。太平幕に四年、四十三年、 大武帝は、爆南に出兵し、従前を襲撃、河根国にて、クレヒサゲと遭遇。クレヒサゲは遁走するが、追撃され根川、オルホン川に至って撃破される。大武帝は、翌年も爆南に出兵し、クレヒサゲは遠く遁走した。その後クレヒサゲは死に、この戸が誠が即位し、ところが岸、在位、四百四十四年から四百五十年と合す。太平新君十年。 四四十九年、大武帝は北伐を開始。戸賀誠は高領を宅伐なに大敗し、これ以後北辺を犯さなくなった。太平幕雲十一年、百五十年、戸賀誠が死に、この、余生が即位し、ジュラブ神下ン、在位、四百五十年から四百八十五年と申した。和平五年、六十四年、余生は、十全独自の言語を立てて、 栄光元年とした。栄光七年、四百七十年八月、余生が北辺を犯したので、県文帝は北打ちした。栄光八年、四百七十一年、十前は南朝層に徴考する。栄光九年、四百七十二年二月、十前は北義に侵入した。北義はこれを打ち、十前別卒の阿福幹部を降伏させる。栄光十二年、 475年、余生が北儀に通婚を求めた。余生は何度も国境を侵犯してきたので、北儀の官僚は死者を拒絶し、軍を出撃させて、従前を討伐することを求めた。しかし、県文帝は従前を撃つべきではないとし、従前には婚姻とは軽々しく行うものではないと伝えた。そのため余生は、県文帝の在位中には改めて通婚を求めなかった。 栄光十四年、四百七十七年四月、余生は七二さ、川の日抜けらを北義に派遣し、両馬や天の川犬を献上した。栄光十七年、四百八十年三月、従前は北義に剣士を送って長考する。また、南朝の南西に剣士を送って長考し、南西の大祖、小道なりに北義を攻撃することを提案した。この五数年間、従前は、 北儀と南西に剣士を送って長考した。栄光十二年、四百八十五年十二月、従前は北儀の際を審判し、人情の王清は衆を率いて、これを防ぐ。この年、余生は死去し、このままメロンが次いで、不死子厚しかがん、在位、四百八十五年から四百九十二年となる。太平三年、四百八十七年八月、 従前は、北義の才を犯す。これに対し、北義の平原王、リック・アキラは五千騎を引いて、これを撃ち、従前卒の赤アカートラを捉える。この他にもマメロンは、頻繁に、北義の才を審判したので、従前鎮賞のリカブはこれを撃った。この年、従前霊属下の校舎福福ラブノア福イタルラとその、従帝の旧騎は、マメロンの北義審判をいめたが、 マメロンが聞き入れないので、処分の週十四万、オチを率いて、従前から離反した。マメロンはこれを渦が敗戦を重ね、東へ移った。太平八年、四百九十二年八月、北儀の高文帝は、傭兵王の元を都がい、左牧屋の陸明を届くとし、両軍将軍の国立官ら十二人の将軍、騎兵七万を統率して、マメロンを討伐させた。マメロンは、 おじの長いと共に、後者の阿福イタルラを撃った。マメロンは、春景山の北から西方に向かい、長居は、金山、アルタイ山脈から出た。マメロンは何度も阿福イタルラに敗れたが、長居は勝利と戦利品の獲得を重ねた。これにより、従前の民衆は、長いに、天の助けがあるとし、長居を衰退して、加岸としようとした。長井は、孤児したので、民衆は、 マメロン墓シを殺害し、遺体を長井に示した。こうして長井は、加岸井を継ぎ、高祖の副大古社加岸とこうした。田安十三年、五百四年九月、十前の十二万期は陸道より平進し、翌夜鎮、懐ついたち鎮に至って、南の久州、大軍を略奪しようとした。北義の千武帝は、左牧屋の源の懐に、これを打たせ、 十禅を遁走させた。たやす十五年、五百六年、長江が死去すると、この伏せが立って、他、汗加岩と合し、小母として、死兵元年とした。十月、伏せは、慶文字六閥を、朝圏の使者として、北儀に派遣し、和心を結ぶことを願い出た。しかし、戦部帝は使者に回答をしなかった。死兵制三年、五百八年九月、伏せは、再び、 啓蒙モ六罰を北儀に派遣して、一風の箱書を放じ、また、天の川犬を献上させた。しかし、千武帝は受け取らず、千年の説得を繰り返して帰国させた。この頃、伏せずは、後者王の渡るにはかとっと川の瑠会、バルクルコ北で戦い、これを破る。しかし、北儀竜城将軍の毛武氏がやってくることを知ると、伏せずは、恐れて遁走し、 これに乗じて反撃してきた渡るにわかとんに殺害された。従前では、不せずのこの周圧が即位し、豆ら、副罰豆罰加んとこうした。検章9年、516年、修圧は西の高車を正当して、これを大破し、後者王の渡るにわかとを捕らえて殺害した。従前は反逆したものをすべて平凡し、再び強情となった。 この頃従前は初めて城郭を築き、小濡れ城と命名した。8月、従前は針に、剣士彫根した。剣将十年、年、517年12月、従前は、再び資金の上費立て時計持ち六罰、片し子綾らを北義に使わして彫根した。従前はこの時、北義と対等の礼で接したため、今まで、同様北義に相手にされないところであったが、 北儀の朝木で関東郷土の孤事に寄ったため、北儀から初めて返答が返ってきた。北儀の正光元年、520年、周奴がその母の考慮漁師と大臣に殺されると、弟の穴が立って、加賀となった。この時点では、加賀号がない。また、穴から従前の言語を立てなくなる。穴が即位してから10日、俗兄の尻発、イルテベル。 官名の示せ発が、数万の軍勢を率いて攻撃してきた。アナは戦ったが敗れ、弟のおつ巨罰を伴って刑機で、北義に逃れて基準した。間もなく、アナの母である、皇寮漁師と二人の弟は示せ発に殺害された。正光二年、2年、521年1月、アナら54人が別事を述べることを求めた。公明帝は、西道に臨漁すると、 アナとおじや兄弟五人を引見し、道場に登らせて、座をたまい、中所と入りの牧室に、色をの言葉を伝えさせた。孔明帝は、時中の最高、公文の元さんに御事の利を下し、城外でアナを激励して見送らせた。自に、アナが出本した後の従前本国では、アナのいとこの尻発のバラモンが、数万人を率いて、示せ発を討伐し、これを破ったので、 従前人はバラモンを衰退して、河岸とし、渡る玉河カ河岸、在位、五百二十一年から五百二十四年と、合をしていた。この時、安北将軍、懐ついたち沈賞の陽う人志は、穴が復権することが難しいことを上表した。しかし、孔明帝は聞き入れず、二月、孔明帝は、従前死者の長雲区人氏を派遣して、バラモンに穴を迎えて、 国を返すよう説得させた。しかし、バラモンは傲慢で従わず、蝶雲区人氏に霊刑を強要した。蝶雲区人氏は不死をもって屈服しなかった。そこでバラモンは蝶雲区人氏に爆何さ、かは、資金のおかます頭ら六人と二千の兵をつけて、アナを出迎えさせた。五月、蝶雲区人氏は、懐ついた父に帰還し、従前の情勢を報告した。アナは、 恐れて入国しようとせず、上票して、落葉への帰還を求めた。しかしこの時、バラモンは、後者に放築され、十部落を引いて、領州に赴き、北儀に基準、投降したので、アナは、数万人の従前人に迎えられ、復権することが、できた。高政元年、525年を春、アナは軍を引いて、ハロクカンヌケミササギを討伐した。 孔明亭は御事のりを下して長雲ん人氏を派遣し、穴を移動して届けさせた各種の品々を賜った。穴は照明を排除し、兵十万を指揮して、向川鎮から西の翌夜鎮に向かい、何度も波録勘抜け、両軍と戦って勝利した。4月、孔明亭は再び通直三期常時、中所とねぎの表親を穴井の使者として派遣し、 異療の言葉を伝えて、おの,おのに歌詞を行わせた。すでに穴の部落は平穏であり、平和は次第に大勢力となったので、穴は直連頭平馬名罰がんとこうした。A 広史3年534年12月、公文帝が独殺されると、北義は東西に分裂し、翌年535年1月、闘義と正義が成立した。闘義と正義は、 従前と婚姻関係を結び、囲碁頻繁に、政略結婚が行われた。北西の天保三年、552年、穴は突決に敗れて自殺した。大使の安楽立と、穴の重邸の東中尻、東中尻の子の倉毛は皆民衆を従えて、北西に亡命した。従前の残党は、東中尻の自死の鉄罰を即位させて、加願とした。 天保4年、553年、文宣帝は、東中尻とこの倉げを送って北方に帰還させた。間もなく鉄伐が、喫丹に殺害され、従前の民衆は東中尻を即位させて、加岩とした。しかし、東中尻も大人の阿さげに殺害され、また、従前の民衆は倉げを即位させて、加岩とした。この年、再び、突血に攻撃され、 全国民を伴って北西に亡命した。それで、文宣帝は北方の突決を討伐し、従前を迎え入れると、加賀古ひさげを範囲して、穴の子である安奈達を即位させて、加賀とした。文宣帝は自らついたち方で突決を追撃した。突決が投降を願うと、これを許して帰還した。かくして、従前の貢献は絶えなくなった。天保五年。 554年3月、アンラタツが反乱を起こすと、文宣帝が自ら討伐し、これを大破した。アンラタツ夫子は北方に逃れた。4月、従前が四州に侵攻したので、文宣帝は、新洋から従前を討伐に赴き、甲州の期待に至ると、従前軍は散り散りに逃げ去った。この時、主力軍が帰還した後、文宣帝,帝帰下の戦記余りが、 従前の別部の軍勢数万と遭遇し、四方から、包囲、圧迫された。軍戦艇は普段と変わらず平成で、戦闘を指揮した。従前軍は投げ倒され、ついに、北西軍は兵士を放って、包囲を突破し、脱出した。従前軍が撤退、逃走すると、これを追撃した。25里にわたって死体が連なり、安打達の祭司と3万人余りの捕虜を獲得した。 5月、再び文宣帝は従前を討伐し、これを大破した。6月、従前は文民を率いて東方に移動し、南方に進攻しようとした。これに対し、文宣帝が、景気兵を率いて、神奈川下流で迎え撃とうとしたので、従前は、文、前帝の動きを聞いて遠方に逃れた。天保6年、555年6月、再び文宣帝は自ら従前を討伐した。 7月、文宣帝は白道に駐屯し、市長を止めると、自ら景気兵五千を率いて、従前を追撃した。自らも、やや投石に身をさらし、何度も従前軍を退破した。翌夜に至ると、多くの捕虜、戦利品を獲得して帰還した。この時、従前は何度も突決に敗れていたので、ついに部落の戦警余りを率いて、艦中に亡命した。すでに突決は、 軍勢の兄弟さを頼み、また、正義とも、友好関係にあった。特決の木汗加岩、在位、553年から572年は、従前の残党が、正義や北西を頼ることを恐れ、駅場を乗り継がせて、死者を派遣し、安心を得るために皆殺しにするよう求めた。正義の部分康氏は論議して、これを許可し、従前鏡以下、3人余りを捕獲して、 彼らを青門街で残殺した。未成年者は免除して、全員を王孔の家に分け与えた。北歯などによると、従前という民族名は、族長の車四角いが、従前、内音、当時の推測音と合したことに始まったという。また、新助では、前、儀所、北歯、南歯などでは、前々、僧助、南聖書、領書などでは、 衆書、随書などでは、ジョジョ、聖歌文字による文解では、従前の公営部落が、と表記された。これらの原音は不明だが、一説では、アバーガ中世モンゴル語で、ヘビド道もしくはその変化型で、意訳されたのが、従前や、ジョジョと、音訳されたのが、アバールや、アバツや、アッパーであるとしている。義書、北史、南史などで、全々、ジュ新女では、 禅と表記されるのは、従禅を、さらに、中国側で別の不要しみの文字をもって維持訳したものである。禅禅、禅と虫に関する文字を用いているのは、彼らの士族トーテムの関係と部別的な意図から、特に北朝の人々が用いたものであり、従禅人自身が自分たちを指す場合と、部別的な意図がない場合は、徐々と記されている。 他に過去にはいくつかの仮説があった。夏は、爆北で暮らし、冬になると、爆南に移動し、また夏になると、爆北に帰る。というように移動しながら狩猟、牧畜をして、生活をしていた。中国のように城郭を持たず、鴨張高城に住み、移動の際にはそれを折りたたみ、家災道具と共に、車、御車、荷車、キャンピングカーに乗せて運搬する。 入り口は必ず太陽の昇る東側に向け、当面の座を神座とした。食物は、楽、楽、乳製品と肉を常食とし、穀物も食べていた。髪型は、弁髪で、服装は二色、革製のタンウアギ、口の狭いズボン、深い靴、街套を身につけていた。従前の君主は、カガン、カガン、と言い,い、中国で言う皇帝に当たる。皇后に当たるのは、カガトン。 カガトゥンという。カガンは大抵国の大臣たちによって、イクヒサシ漁師の中から選出されて決まる。その際、死後に送り名をつける中国とは異なり、即位後すぐにその性格などからカガン語をつける。カガンの下には、後の特決にも見られる資金、イルキン、バクナニサ、カは、バクカ、キョウフン、シリハツ、イテベル、トマメハツ、トゥドゥン、シリ、バクカなどの感触がある。 毎年秋には、加賀にイカオ公州長が集い、トンコウ、懲役の北にて国会を開催し、祭祀、議会を行った。彼らは、甘根、鬼神、天上界の生活を信じ、シャーマンは、異術術を行い、祈祷、祭清を司り、神、天上界との媒介をなし、風雪等の自然現象を左右しうるものと信じられた。このようにシャーマニズムを信奉する一方、 この当時仏教も入ってきており、河岸の一人、幾久リ料バラモンという名は、仏教の影響、バラモンを受けているものと思われる。また、他のある大諸民族同様、従前も狼を、うて無重としており、従前はそれを因果として、虫と呼んでいた。河岸医は、幾久史料氏の世襲で、その根族には、郷土のように特定の一族がいたのかは不明であるが、特決収束の土門が、 従前ガ岸の穴に穴の娘と結婚することを申し出たのに対し、特決が従前の単鉄奴隷であったため断られた。というように結婚における士族の尊卑が重視された。また、郷土、部岸、戦費同様、夫に先立たれた妻は、夫の兄弟の妻となる風習、レビレート婚があった。彼らは、狩猟、牧畜を制御としており、 その産物である馬や天川などでもって、中国と交易をした。穀物や綿、さらには、漢方薬、書物を中国からの輸入に頼った。略奪や軍事行動の際には、鉄器は、反りのついた長い馬上刀、馬上槍、高性の小ネ鎧、鋼鉄製の兜などで武装し、突撃馬にも金属製馬鎧や邸鉄を施すなど、当時の東王や、 西アジアにはない装備を身につけていた。僧女、領所、南氏などは、郷土の別種都市、貴所は、東古の末裔都市、神女などは、火星戦費としているが、白鳥、藤田の研究により、従前の言語と、戦費卓抜など、東古系民族の言語が同種である点、同じく弁発である点、生活様式が同じである点から、東古系で、戦費や右岸。 特に師書の記述から火星にいた、卓抜戦費と同族である、能性が高い。近年の研究では、戦費語をモンゴル語系とする見解が有力であり、従前の言語もモンゴル語系である、可能性が高い。初めて、従前イコールワバール説を唱えたのは、フランスのジョゼフ・ド・ギーニュであった。彼は7世紀の東ローマ帝国の歴史家の記録と、中国の師書を照らし合わせ、 その共通点を見出した。ドギーニュは、この3点から、従前イコール、アバールと推定したのである。ちなみに、テオフィラクトの記録にある、タウガスであるが、これは、正義の種族名、卓罰、卓発にあたるとされた。また、ドイツのヨーゼフ・マルクワルトは、イクヒサシリョに間違いなく、メルキトブに、従前の一部が逃亡していたとし、 従前イコールワバール説を一層深めた。しかし、マルクアルトンの説は妥当ではないと、フランスのシャバンヌとした。テオフィラクトの記録には、は、卓抜王朝に隣接する、極めて優部の民族と記し、北市木吉伝には、木吉国は、高ーの北にあり、東位において最強であると記していることから、木吉がトゥルクに対抗する一大勢力であり、トゥルク、特決に敗れた。 従前の一部が亡命ることは極めてあり得るとした。さらにシャバンヌは、テオフィラクトの記録に、アバール民族中にすぐの王のなる者が、563年に東ローマに死者をよこしたとあるが、この、お、神聖アバール、従前が虫に関する前々と呼ばれたように、ペルシア人が、偽アバールを虫の名で呼んだものであるとした。これを裏付けるようには、アバールの語源はモンゴル語の、 ヘビ、ヘビをとしている。他にも、アバールの勲長は、穴に否定できることや、アバールの大使一行がリボンをつけた長い弁髪を背に、垂らしていた、その汚れた弁髪などという初記録、随所特欠伝リトール伝に、海王5年、585年、あの毛国が拒兵し、特決の砂鉢略家岩の部落を、考慮したが、随は、縁組一万を出して砂鉢略を助けたので、 あヌケ軍が退去したとあり、あヌケイコール、アバールと否定できることなどがある。以上のことから、アバールとは、従前の本来の民族名で、従前とは、民族名ではなく、アバール人が建国した国名であるとし、555年に、よ子の従前は突決に撃破され、その一部は正義へ亡命した後、557年には、また別の一部が、木吉に亡命し、 西方では、東ローマ帝国に亡命585年のあの家の欄において従前の残党は滅んだと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。